スイングをかっこよくするポイントを一つご紹介します。トップスイングでのことなんですけれども、振り上げた時、ここで理想的な形、かっこよく見えるポイントは何かというと、左腕の角度です。この左腕の角度がご自身の前傾して回転した肩の角度と平行であるかチェックしてみてください。この形ができれば基本的には理想的なトップスイングになります。これが人によっては肩のラインより左腕のラインが高いアップライトという形であったり、肩のラインより左腕が低いフラットという形だったり、それぞれあるんですけれども、一般的には肩の回転角度に左腕の角度が合う形が理想的です。そうするとすぐ下ろしてくるときにクラブが理想的なラインに乗りやすくなってきますので、左腕の角度っていうのを鏡などでチェックして、そこからスイングする練習をしてあげると、見た目も形もかっこいいトップスイングになってきます。